ツルデンガパリスタカムクラスピーデソラムは小柄なシダ植物。岩地に生え、タンウジョウの養身の先端は伸びて、小株を生じる。常緑性の双本。根茎は小さくて短く、直立するか斜めに伸びる。葉を束のようにつけ、輪ペンがある。輪ペンは非芯型で、先端はお上に伸び、次第に幅が狭まって、長さ2から4ミリメートル、茶色デンには、 ややまばらに、長い毛がある。傭兵は、長さ1から1 0センチメートルで輪片がやや密につく。傭芯はタム状を吹くようで、外形としては、線状皮心型で、長さ12から2 0センチメートル、幅2から3 5センチメートル。中軸には、高褐色から褐色の輪片をやや密生し、輪片の縁には、毛がある。またその先端は長く伸びて、無性目を生じる。 右辺は普通20から35体ほどあり、卵状態型で先端は鈍く尖り、基部は前側は切り落とされた形、後ろ側はくさび型で短い柄があり、紙質、円には浅い巨子がある。長さ1から3センチメートルで幅は2から5ミリメートル、葉裏には線形の輪辺がある。放射能群は葉の円よりの位置に一列に並んで生じ、 包み膜は円形で膜質、長く残る。その大きさは計2ミリメートルを超えることもあり、胞子能群を完全に包んでおり、葉の大きさに比べるとかなり大きい。また互いに接近して生じ、隣の胞子能群の包み膜と重なることもある。学名の種小名は、囲まれた、ソーラスのを意味する。和名はツルデンダで、葉先が伸びて多少ツルに見えることによる。 デンダは、レニエダとも言い,い、カグマやヘコと共に、シダ類の古名であるとのこと、本種などの和名に残る他は単独では廃れたとある。日本では、北海道から九州までの各地にあり、ただし、九州の最南部からは知られていない。国外では、中国、朝鮮、ロシア東部に分布がある。山地の森林に生育し、やや湿った岩の上や斜面に見られ、普通は群生する。 石灰岩地や結晶変岩地にも多く見られる。日本には本属の種が三十種以上あり、また多くの雑種があるが、多くははるかに大柄なもので、また葉が二回羽ジョ吹くようなものが多い。また、本種のように葉先が伸びて、小株を作るものとしては、本種の他にもう一種、折ずるしだピーレッピダコロンがある。この種は、養身も本種同様に単羽状を吹くようだが、 用身の長さが20から40センチメートル、右辺の長さが3.5から7センチメートルと本種よりかなり大きい。本種はこの種などと共にタチデンダー族サブジェン、ハプラパリスティチャムに含まれ、この類は中国の石灰岩地などで多様性が高い。もっとも類縁が近いのはイナデンダピーキャブリップスとされている。ちなみにイノデ族には本種のようにやや小型で、 細長い葉を持つものに伝ンとの名を持つものがいくつもあるが、いずれも分布が限定されたもので、広く見られるのは本種だけである。種内変異としては、菊ツルデンバリエーション、ダイセクトムが記載されているが、これは四国から報告されたもので、右辺の円が深く切れ込み、時に中六にまで達するものだが、特殊な変異株とみられる。 分布域が広く、特に絶滅の危機が問われていないらしく、環境省のレッドデータブックでは取り上げられていない。県ごとでは、新潟や京都など指定を受けているところもあるが、ランクは高くない。危険要因として、環境の悪化とともに、園芸用の採取が挙げられている。以下、種として、岩月編、P167、ミツタ P69、ミツタ P69 以下も、含め、 牧野原著、P1314 岩月編、P167 岩月編、P167 三田 P69 岩月編、P167 エビハラ、P412 エビハラ、P426 池畑 P85 エビハラ、P426 日本のレッドデータ検索システム2019年4月15日、閲覧京都府。 レッドデータブック2019年4月15日閲覧。ありがとうございます。